積算6 6 4 6トルしなやかで穏やかで躍動的。本当にファッショナブルでかっこいいことをしても、すでに時代遅れだということもあり得ます。欧州松田でデザイン部門を率いるジョーステネット氏が口を開く。松田が近年掲げるデザインスタイルの魂道デザインと、 駆動系やシャシーを統合的に捉えたスカイアクティブ技術が、統合された CX5 に対しての回答だ。可能な限り美しい仕上がりを追求する専門家の意見として、少し不思議な内容ではある。だがこれは松田社内のデザイン哲学に関わる飛躍的な思考でもある。興味深いと感じるのは筆者だけではないだろう。 実際のところ CX5 には弱点もある。適正なサイズだと主張されているもののスカイアクティブ技術の一つ。と言える 2.5L4 気筒の自然空気エンジンは強みとは言えないだろう。一方でそのスタイリングを批判することは難しい。多くの自動車メーカーがプレス技術と美しさとのせめぎ合いへ疲れたように、 アグレッシブな顔つきに執着する一方で、松田のボディはしなやかで穏やか。ディテールへの気配りと流れるような面構成が。与えられたボディは躍動的な印象も与える。新型 SUV の CX60 が発表された際に、筆者はステネットへ質問する機会があった。松田のモデルに共通するシンプルでありながら、 特徴的なスタイリングの背景へ興味を抱いたためだ。シンプルさを保つことは簡単ではない。活躍するデザイナー機との会話はしばしば迷宮に迷い込んだような、負に落ちないやりとりになることもある。だが彼の発言は明快なものだった。シンプルさを保つことは簡単なことではありません。 デザイナーはたくさんの要素を付加し、キラキラしたスタイリングを描き出すことを好みます。私はそれにブレーキをかけるんです。それぞれの部分が完璧である必要があります。例えば松田さんの場合、C ピラーからドアにかけて、流れるような一体感があると思います。これも正解を求めた結果です。多くのメーカーは、 変化を与えるようなラインを入れるだけにとどまります。私たちはそれを望まなかったので、困難さを高めました。このスタイリングの要求はデザイナーだけでなく、エンジニアにとっても課題となる。大きなパネルは走行中に共振を生む原因になり得るが、折り目を加えることで強度を増せる。流れるような面構成では、そうはいかない。 長期テストの CX5 は走行距離が6 0 0 0トルを超えたが、ボディはシャキッと一切の衰えを感じさせない。これもデザイナーとエンジニアの努力の賜物だろう。魂移動デザインの躍動的な印象は CX5 で最も明快に表現されているとも話す。CX5 は最新の仕上げではなくなりましたが、 ロングノーズを含めた全体のプロポーションは非常にピュアなままです。フロントノーズから始まりボディサイドを流れて、リアで硬化する長く伸びるラインも特徴。ボディの長さを強調しています。BEV で混同がどのように進化するのか。この魂移動デザインが松田というブランドに、 巨大な影響を与えたことは疑いようがない。グローバルデザイン部門を率いる立場へ13年前についた。前大講師が掲げたビジョンによるものだ。ステネットが続ける。私にとって過去10年間で得られた自信は大きなものです。成果に思い上がることなく確信を抱き、大きな夢を抱くことにもつながったと思います。 英国でも CX5 と CX30 は人気が高い。この地では松田が販売する半数以上をこの2台が占めている。そして同社は次の課題に取り組み始めた。新しいバッテリー EV を魂移動デザインで仕上げることだ。私たちは複数のサイズ展開が。 可能なスケーラブル EV プラットフォームの開発に取り組んでいます。BEV として混同がどのように進化できるのか考えを詰めているところです。内部的に答えが導かれたわけではありません。とてもエキサイティングな取り組みですが、恐怖感も共存します。クレイジーなことに取り組めるので、素晴らしいことですけれど。 積算 7433km リアシートの下等レバー。リアシートを荷室側から倒せるリリースレバーは、珍しいアイテムではないが、CX5 の設計は素晴らしい。入れ子状になっていて、外側の大きいレバーは外側。内側の小さなレバーは中央のシートが倒せる。フラットにはならないものの、荷室は十分に広い。 40コロン20時40分の分割で倒れるため、大人4名プラススキーを快適に空港まで運んでくれた。積算 8281km 財布に厳しい 2.5L エンジンの燃費。グレートグリテン島の東部スネッタートンサーキットまでの往復で、2.5L4 気筒エンジンの燃費を改めて確かめてみた。 高速道路中心では 12.0km パーリットルへ接近したものの、郊外の穏やかな道を流した場合は 11.0km パーリットルを割り込んでしまう。英国でもガソリン価格は高騰中。お財布に厳しい数字だ。テストデータ気に入っているところ。滑らかな連携、インフォテインメントシステム用のホイールコントローラーは、 アップルカープレイと見事に連携して動く。気に入らないところ。給油回数、燃費は若干伸びたものの、平均で1 1 7トルパーリットルは優秀とまで入えない。テスト車について、モデル名、マツダ CX52.5GT スポーツオート AWD、英国仕様。新車価格、 37,785ポンド、約634万円。テスト車の価格、38,365ポンド、約644万円。テストの記録燃費、1 1 7トルパーリットル。故障、なし出費、なし。